カロリーネフォン・プファルツ・ツバイブリュッケンは、ヘッセンダルムシュタットハクルートビヒ九世の日。当時ヨーロッパで、最も学識豊かな女性の一人として称えられた。プファルツ・ツバイブリュッケン公、クリスティアン3世と、ヒカロリーネフォン・ナッサウザール・ブリュッケンの第一子として、生まれた。プファルツ系ビッテルスバッハ家坊系の、 プファルツツバイブリュッケンビルケンフェルト家の出身であるが、老い、マクシミリアン・ヨーゼフが後に、初代バイエルン国王となっている。1741年8月12日に、ツバイブリュッケンで、後のヘッセンダルムシタットハクルートビヒ九世と、結婚した。カロリーネは、大型白皮として知られる。これは、ヨハンボルフガング・フォンゲーテによって付けられた呼び名である。カロリーネは、 ゲーテのほかヘルダー、ビーラントなどの文人や、哲学者たちと、交友関係があった。夫との間に三男五女を設けた。カロリーネヘッセンホンブルク砲白フリードリヒ五世妃、フリーデリケプロイセン王、フリードリヒビルヘルム二世ヒルートビヒ十世、一世、ヘッセンダルムシュタット砲白、後に、ヘッセン大公、フリーデリケアマーリエ。バーデン大公子。 カール・ルート・ビヒヒ・ビル・ヘルミーネ・ルイーザ・ロシア皇帝、パーベル一世妃、ルイーゼ、ザクセン・バイ・マル・アイゼの破隊校カール・アウグスト・ヒ、フリードリヒ・ブレスラウシ教・クリスティアン。ありがとうございます。